工場の出口は1895年に公開された短編モノクロム製ドキュメンタリー映画である。制作、監督はルイ・ルミエール。世界初の実写商業映画である。この映画は労働者たちがルミエールの工場から出てくるシーンのみで構成されている。労働者たちは大抵女性であり、その日の仕事を終えた人々がフランスのリヨン周辺にある。 大きな建物から出てくる様子が撮影されている。この映画には3つの異なるバージョンが存在し、それらの間には多くの異なる点がある。例えば人物の服装が変化していることから、バージョンによって撮影された季節が異なることが分かっている。これらは最初の2つのバージョンにカーテン付きの馬車が登場することから、それぞれ1頭の馬、2頭の馬、馬がいないバージョンと呼ばれる。 この50秒ほどの映画は、ルイ・デュミエルによって、フランスのリヨンで撮影された。この映画は、シネマトグラフと呼ばれる、撮影だけでなく現像、映写も可能なカメラの収入によって撮影された。この映画は1895年12月28日に、パリのブール・バール・デ・カプシンにある、グランドカフェで、他の9つの短編映画と共に上映された。 初期のリュミエールの映画は 35mm フィルムで制作され、画面アスペクト比は1.33、1、毎秒16フレームであった。これで50秒間上映すると、フィルムの長さは17メートル、全部で800フレームとなる。ありがとうございます。